しゅんさん、すみません、いよいよ開幕と、はい、なりますけれども、しゅんさんが考える今年のセリーグで優勝するチーム、どこだと思われますか？ジャイアンツがね、こう非常にいい位置にいるかなと思います。ちなみになぜ巨人が優勝するというふうに予想されるでしょう？投打において層が厚いというところが一番ですね、うん。特に攻撃陣であったり、リリーフ陣も自重してますし、また菅野投手もね、また今年もというところで、そういったところでも、非常にこう熱いスイープが整っているなと、うん、いうふうに思います。なるほど、分かりました。ちなみに特にこの選手が戻ってきたというか、いるからいいみたいなのってあったりするんですか？そうですね、菅野投手もそうなんですけども、あとは戸郷投手ですね。昨シーズン、結果を出して、今シーズンはね、菅野投手に引っ張ってもらうというよりも、菅野投手と一緒に引っ張っていかなきゃいけない、位置に来てると思いますから、そういった意味では非常に注目してね、見ていきたいと思ってます。そうしますと、今度巨人の対抗馬となる、チーム、どこになると思われますか？そうですね、一番手にはタイガースが上がるかなと思ってます。なんといっても、投手陣がね、強力ですし、そこに、藤浪投手というね、強力な選手の状態が上がってきているということですから、そういったところではね、一番こう弱い相手になってくるのかなと思います。この差っていうのはどのぐらいですかね？もう対抗馬なのか、もしかしたら巨人をも上回る可能性も秘めてるぐらい、厳しい勝負になるかなと、いうふうに思いますね。はい、シンさんが今年注目されている選手はどなたか教えてもらってもいいですか？松原選手ですね。巨人の松原選手、はい、昨年から、結果を出して、今シーズンね、よりレベルアップしてきてますから、本人も来るものあると思いますし、そういった意味ではね、今シーズン活躍をね、期待していきたいなと思ってます。松村選手のどのあたりが魅力的ですか？やっぱりこう、守ることもそうですし、走ることもそうなんですけど、そこで打つこともね、非常に天才的な部分がありますし、そういったものをコンスタントに出せるようになればね、非常にいい結果が出せるかなと思います。まずはそのためには、ポジション争い勝ち取らなきゃいけないんですけども、ぜひね、勝ち取って、活躍するシーンをね、見てみたいなと思います。わかりました。すいません、ありがとうございました。